どうもみなさんこんにちは、原寛太です。日本はいつから格差社会になったのか、なぜ貧富の格差が広がってしまったのか、漠然としたその疑問、今回の動画を一本見てもらうだけで輪郭がはっきりとしてくるはずです。富める者はますます富み、貧しい者はいつまでも貧困から抜け出すことができない。テレビや新聞では格差という言葉を頻繁に耳にするようになり、 SNS が普及したおかげで他人との生活レベルの差を実感しやすくなったという人も多いのではないでしょうか。かつて1970年代の日本には1億総中流という言葉もありました。日本の人口が1億人を突破し、バブル景気に向かって経済成長を続けている時期、日本人の大半が自分は中流階級に属していると意識を持っていたと言われています。それが今では格差社会という言葉を頻繁に耳にし、近年は日本における貧困問題、いわゆる相対的貧困も深刻視されています。格差という言葉にはいろいろな意味が含まれますが、今回は主に所得格差、つまりは貧富の格差を中心に解説します。そもそも資本主義が支配する世界では格差が生まれてしまうことは必然だという意見もありますが、一体格差はどこまで広がると悪になるのか、格差を是正するためにはどんなことが必要なのかという視点も持ちながら、ぜひ最後までご覧ください。まず最初に、日本の格差は今どんな状況にあるのか、現状を確認しておきましょう。格差の現状を捉えるといってもいろいろな視点があるため、今回は2つの視点から捉えていきます。まず1つ目はジニ係数、覚えていますか？以前アフリカの格差について解説するときにも出てきたキーワードです。格差問題の現状を捉えるためにはジニ係数に触れておく必要があるため、簡単に復習しておきましょう。いきなり難しそうなと感じる人もいるかもしれませんが、噛み砕いて分かりやすく説明するので安心してください。ジニ係数とは一つの国における所得格差を示す指標です。ジニ係数は0から1の間で表されるのですが、0に近いほど完全な富の分配ができている状態、1に近いほど一つの世帯が所得を独占している状態を表します。つまり数字が小さければ小さいほど平等の社会が実現されていて、数字が大きければ大きいほど格差が深刻な社会であることを意味します。例えばこの表を見てください。これはパーセンテージで表されているので、ここに載っている数字を100で割ったものがジニ係数になります。ジニ係数は数値が大きければ大きいほど国内の貧富の格差が深刻であることを意味しますが、世界のランキングを見てみると、上位には一般的に格差が深刻と言われているアフリカの国々が多くランクインしています。では日本のジニ係数はどんな状態にあるのか。まずジニ係数には2種類あるということを頭に入れておいてください。1つ目が当初所得ジニ係数、2つ目が再分配所得ジニ係数です。この2つの言葉の違いは当初と再分配です。めちゃくちゃシンプルに解説すれば、当初所得ジニ係数は最初に得た収入をもとに算出されるデータで、再分配所得ジニ係数は社会保障費や税金などが引かれた後、つまり社会全体で富の再分配が行われた後の所得をもとに算出されるデータです。日本では当初所得ジニ係数は1999年には 0.472 でしたが、2017年には 0.559 まで上昇しています。一般的にジニ係数は 0.5 を超えると格差がかなり深刻な状態になっていると言われているので、社会保障費や税金などを通じた富の再分配が行われる前の最初の収入という段階では、今の日本は格差が非常に深刻な社会であることがわかります。その一方で再分配所得ジニ係数は1999年には 0.381、 2017年には 0.372 となっており、この20年ではあまり変化がありません。一般的にはジニ係数が 0.3 から 0.4 の間にある場合、確かに格差は存在するけど競争原理が働くため、経済成長の観点からは好ましい側面もある、このような状態と言われています。いきなり難しい内容が続いちゃいましたが、ここまでの説明を簡潔にまとめると、日本では所得を得る最初の段階では格差がかなりきつくなっている一方で、社会保障費や税金などが機能し、富の再分配が比較的ちゃんと行われている、このように日本の格差の現状を説明することができるかと思います。これがアフリカの国々になると、政治の腐敗や汚職によって社会保障や税が機能しておらず、富の再分配が行
行われていない国も多いため格差がどんどん広がってしまうんですよね。比較対象がアフリカの国々ってどうなんだっていう意見もあるかもしれませんが、政治が腐敗している途上国と比べてみたら、確かに日本には格差が存在するけど、それでもまだ世界的に見たらだいぶマシってことが感じられると思います。とはいえ、社会保障費や税金などによって富の再分配が行われる前の当初所得ジニ係数が 0.5 を超えてしまっているというのは、莫大な富が一部の富裕層に集まってしまっているという実態を表しています。もしも政治家が一部の富裕層にとって有利になる政策、例えば富裕層に対する税金を減らそうとしたり、社会保障費を削ったりしようとしたら、今機能している富の再分配が働かなくなってしまい、格差が深刻になっていく。その意味でも富の再分配という大事な役割を担っている政治に対して、僕たち国民はちゃんと目を光らせなければいけない。僕の YouTube の視聴者には中学生や高校生も多いみたいなんですが、18歳になったらちゃんと選挙に行きましょう。そしてもしも格差をなくしたい、日本の困っている人たちを助けたいと思っているのであれば、投票する政治家を選ぶときに富の再分配という視点から、その人がどんな政策を掲げているのかチェックしてみるのがいいかと思います。とはいえ、日本における格差の現状を考える上では忘れてはいけないことがあります。それが相対的貧困層の増加です。特に今の日本で問題されているのが高齢者の貧困と一人親家庭、特にシングルマザーの貧困です。貧困という言葉を聞いたら、多くの人たちはアフリカのような世界の貧しい地域における貧困を思い浮かべるかもしれません。いわゆる発展途上国で問題になっている貧困は絶対的貧困と言われ、国際機関の世界銀行は1日 1.9 ドル以下、日本円にすると約200円以下で生活をする人たちを国際的な貧困層と定義しています。1日 1.9 ドルというラインが国際貧困ラインと呼ばれ、これを下回るレベルで生活すると絶対的貧困層になるわけですが、物価の高い日本でこの定義を当てはめようとすると貧困層の数がかなり限られてしまいます。そのため日本で貧困を定義するときは絶対的貧困ではなく相対的貧困という概念を使います。相対的貧困とは、簡単に説明すれば、日本の生活水準と比較すると貧しい状態、つまりは相対的に貧困状態にある人を指し、所得の中央値の半分以下と定義されています。日本の貧困定義にはいろいろな批判があって、例えば東京で暮らしている場合と地方で暮らしている場合では生活費が異なりますし、何人家族かによっても家計の状況が異なるので、所得のレベルだけで定義することは難しいんじゃないかといった批判があります。今回は貧困の細かい定義までは踏み込みませんが、ざっくりと自分が生活している地域の生活水準と比較すると貧しい状態、つまりは格差の犠牲者側にある人が日本の貧困層だと考えてください。日本が高齢化社会であることは皆さんご存知だと思いますが、同時に問題されているのが高齢者の貧困です。66歳以上の日本の貧困率は 19.6%、 つまり5人に1人の高齢者は生活が苦しい状態に置かれています。もっとわかりやすい例としては、生活保護受給者には高齢者が多いという実態です。2016年7月時点では生活保護受給世帯のうち 47.4%、 約2人に1人が高齢者になっています。今の日本では貧困は自己責任という言葉を耳にすることも多いですが、これは逆に考えれば本人が努力さえすれば、つまりは本人が一生懸命働きさえすれば貧困から抜け出すことができるという主張と表裏一体の関係にあります。ですが高齢者になれば体力が衰えたり持病が悪化したりするなど、そもそも努力をしようにも努力することが難しい状態に置かれます。一度でも貧困層に転落してしまうと、自力ではその状況から脱出することが難しくなってしまうんです。貧困層の増加でもう一つ問題されているのが一人親世帯、特にシングルマザーの貧困です。離婚後にシングルマザーになった女性が貧困層になりやすい理由という動画でも解説をしたように、日本では父子家庭、つまりシングルファザーの世帯は約18万世帯であるのに対して、母子家庭、つまりシングルマザーの世帯は約123万世帯となっており、一人親世帯の多くがシングルマザーです。日本では親が仕事についている一人親世帯の相対的貧困率は 54.6% となっており、シングルマザーの実に2人に1人が貧困層と言われています。超格差社会と呼ばれるアメリカでさえ 35.8% のため、一人親世帯の相対的貧困率が 54.6% という数字からは、日本のシングルマザーを取り巻く環
境の厳しさが理解できるはずです。語弊を恐れずに言えば、日本では結婚に成功できれば安定した収入を得られるけど、結婚に失敗してしまうと貧困になるリスクが非常に高い。格差社会を考える上では、結婚が一つの分断線になっていると考えることもできるかもしれません。個人的には結婚に対して成功とか失敗とか、まあ、そういったね言葉を使うことは気が引けるんですけど、あくまでも安定した収入を得られるかどうかという経済的な観点からの表現であるということはご理解いただけたらと思います。ここまでは日本の格差の現状について簡単に見てきましたが、冒頭でも軽く触れたように、かつて高度経済成長時代の日本には一億総中流という言葉もあり、多くの人たちが自分は中流階級に属しているという意識を持っていたと言われています。それがいつしか格差という言葉、さらに近年では上級国民や下級国民といった言葉すら耳にするようになってきました。日本では一体いつから格差が広がったのか、なぜ格差が広がったのか、もちろん諸説ありますが、今回は3つの時期を見ていきましょう。日本国内だけではなく、世界全体で貧富の格差が広がり始めたきっかけの一つが東西冷戦の終結です。この時期から日本だけではなく世界全体で格差が広がっていったと言われているのですが、なぜ冷戦が終結したことが原因になったのか、その理由は資本主義が暴走していったからです。そもそも冷戦とは、アメリカ率いる資本主義チームとソ連が率いる社会主義チームの間で起きていた対立を指しますが、この冷戦が資本主義の勝利という形で終わりを告げたことによって、世界の経済格差が深刻化していったと指摘されることがあります。一言で言えば、社会主義は貧富の格差を生み出す仕組みである資本主義を否定し、平等な社会を目指そうとしました。冷戦時代には現在のロシアであるソ連がこの社会主義を世界に広めようとし、アメリカ率いる資本主義の国々と対立します。冷戦が起きていた時代には、資本主義の国の中でも平等を謳う社会主義を目指そうとする運動がたびたび起きていました。このような時に資本主義の国で格差が大きくなってしまうと、貧しい国民の間に不満が広がってしまい、平等な社会を作ろうとする社会主義に支持が集まってしまう可能性がある。そのため資本主義の国々では、社会主義がさらに多くの支持者を集めないようにするため、言い換えると格差に不満を覚えた民衆が社会主義の考えに流れてしまわないようにするため、社会保障を充実させることなどを通じて富を再分配しようと努力していた国も多かったと言われています。ですが、1991年にソ連が解体し、社会主義の勢いが弱くなったことによって、たとえ資本主義の国の中で格差が生まれたとしても、それが社会主義の運動にまでは発展する心配がなくなりました。このため、資本主義の国で格差が生まれたとしても、それを是正しようとするのではなく、とにかく経済成長を推し進めればいいじゃないかという考えが強くなってしまったのです。ある意味で冷戦、いや平等を謳う社会主義の存在は、格差が広がることを防ぐ一つの歯止めになっていたわけですが、資本主義の勝利という形で冷戦が終わったことによって、資本主義が暴走を始めていったんです。1970年代には一億総中流という言葉もあった日本が、格差社会に突入していくことになる大きな時代の節目になったのが、1990年代前半のバブル崩壊です。世界では冷戦が終結したことも重なり、日本ではこの時期から格差が広がっていったと言われています。バブル崩壊の時期には諸説あるんですけど、ここでは冷戦終結の時期と区別をするためにも、景気が明らかにおかしくなっていったと言われる1993年としています。バブル崩壊を境目に、中高年の年代では勝ち逃げグループと逃げ遅れグループの2つができてしまいました。つまり、景気の良かったバブルの時期にまとまった資産を形成することができたり、すでに一流企業に就職していたことで、バブル崩壊後も首を切られることなく正社員として安定した収入を得ることができた人たちのグループと、その一方で景気が良かったバブルの時期から賃金の低い仕事についており、バブル崩壊とともにリストラで仕事をクビになったり、再就職が困難で非正規雇用の仕事に流れていったりした人たちのグループと、両者の間には大きな分断が生まれてしまったのです。若者の間にも勝ち組グループと負け組グループができます。バブルが崩壊した1990年以降、特に1993年頃からの10年間は就職氷河期と呼ばれ、就職が難しくなる時期が続きますが、一流大学を卒業できた人は大企業に就職して正社員になれた一方で、学歴の低い人は就職で苦労し、非正規雇用として社会に出ることになった。このように勝ち組と負け組がはっきりしてしまったんです。これは僕の推察ですが、勝ち
組とか負け組とかこういった言葉がよく使われるようになったのもこの時期ぐらいからなんじゃないですかね。日本で勝ち組と負け組二極化が始まることになった大きなきっかけがバブルの崩壊でした。しかもこの時期からは企業と企業の熾烈な競争やグローバリゼーションの波によってビジネスの在り方が大きく変わっていったため、正社員をクビになってしまい、アルバイトや派遣社員のような非正規雇用として就職する以外の道がなくなってしまうと、そこから自力で這い上がることが難しくなる。このような格差の固定が進んでいったのです。ここまでは日本で格差が広がっていった原因として20世紀の動きを見てきましたが、おそらく多くの視聴者の頭の中には21世紀冒頭のあの政治家による政策が浮かび上がっているのではないでしょうか。その政治家とは一体誰かの前に一つだけお知らせをさせてください。世界の問題についてもっと深く勉強してみませんか。僕が運営するオンラインコミュニティシナジーには国際協力や社会問題に関心を持つ240人以上のメンバーが所属しています。 Zoom を使ったオンライン勉強会を定期的に開催しているんですけど、日本国内における貧困や格差も頻繁に扱っています。少しでも興味のある方、ぜひ概要欄のリンクから公式ホームページをご覧ください。近年の日本社会で格差が広がった大きな原因は2001年4月から2006年9月まで約5年半にわたって続いた小泉政権による政策だったと考えている人が多いのではないでしょうか。小泉政権は民間にできることは民間にを基本的な理念として掲げ、郵政3事業の民営化や道路公団の民営化など自由競争を推し進めました。いわゆる構造改革です。さらには民間企業が自由に競争をしやすくするために様々な規制緩和にも力を入れました。大きな政府、小さな政府という言葉を聞いたことはありますか。大きな政府とは国民からたくさん税金を集める代わりに国民の生活に政府が大きく関与する国で、例えば北欧のスウェーデンでは税金が高い代わりに教育費や医療費を国が負担したり、さらには手厚い年金を受け取れたりします。その一方で小さな政府は政府の役割を最小限にとどめ、民間できることは民間に任せることで自由競争を推進する。競争その中で企業は効率性や生産性を高めようと経営努力をするため、経済成長につながりやすいといった考え方です。小泉政権による構造改革はまさに小さな政府を目指して行われました。小泉政権による構造改革の立役者になったのが当時の竹中平蔵大臣です。一連の政策の中で竹中大臣が意識していたと指摘されるのが、1980年代にアメリカのレーガン大統領によって行われた経済政策、レーガノミクスです。市場に対する国の介入を最小限にするため、規制緩和をすることで企業と企業の自由な競争を推し進め、経済成長を実現する。競争によって勝ち組と負け組は生まれてしまうかもしれないけど、企業や富裕層の人たちが豊かになっていけば、そこで得られた富が社会全体に滴り落ちてくるように貧しい人たちも恩恵を受けることができる。このような考え方をトリクルダウン仮説と言います。竹中平蔵氏による経済政策もこのトリクルダウン仮説に基づいていたと指摘されます。ですが企業や富裕層が豊かになれば、そこで得られた富は本当に社会全体に行き届いたのか。トリクルダウン仮説と呼ぶように、実際にはそのようなことは起こらず、逆に富裕層と貧困層の二極化がますます進んでしまいました。競争に勝つことができた人間たちは莫大な富を手に入れることができた一方で、競争に負けた人間たちは貧困層に転落してしまう。しかも小さな政府の場合は富を再分配するための社会保障や税金の割合が少なくなっているため、貧富の格差が縮まりにくい。自由な競争が謳われる社会の中で成功できた人間は勝ち組として称賛され、競争に負けた人間は落ちこぼれになってしまう。日本で自己責任という言葉が頻繁に使われるようになったのもこの時期からです。特に日本で格差を広げていくことになった大きな原因が労働者派遣法の改正です。前回アップした動画でも非正規雇用の罠、つまりアルバイトや非正規雇用として働いている人たちは貧困から脱却することが難しいという問題について解説しましたが、その非正規雇用が日本で大きく増えることになった原因の一つが労働者派遣法の改正です。改正というかこの場合改悪かもしれませんね。労働者を自由に派遣できるようになると、低賃金で働かされる人が増えたり、企業が労働者を簡単にクビにできるようになってしまうと危惧されていたため、労働者派遣法が作られた当時は業種が限定されていたり、特別なスキルを持った人だけが派遣労働を認められていました。ですが一連の改革の中で労働者派遣法も自由化され、規制が緩和されたことによって派遣労働者の数が大きく増え、その結果として非正規雇用で働く人たちも増えたんです。
企業側にとっては利益を最大化し、競争の中で勝ち抜いていくためには人件費を少しでも抑える必要があります。そのため派遣労働者のような一時的に雇用する労働者は使い勝手がいいんです。必要な時にだけ雇って、景気が悪くなったら簡単にクビにすることができるから。これによって一部の企業は経営の効率性や生産性を高められるようになり、競争の中で勝ち抜いていくことができました。その一方で派遣労働者のような非正規雇用の場合は雇用保険に加入していない場合も多く、もう明日から来なくて大丈夫ですと、ある日突然仕事をクビになってしまっても失業手当を受け取ることができません。仕事をクビになればまた新しい仕事を探す必要がありますが、これでは安定して収入を得ることもできませんよね。こういった一連の流れの中で、企業と労働者、正規雇用と非正規雇用、この間で大きな格差が広がっていったんです。その一方で政府の介入が小さくなり、企業と企業の間で自由な競争が行われることにはメリットもあります。企業は競争を勝ち抜くために効率性や生産性を重視することで値段も安く、それでいて質の高い商品やサービスを提供するようになるからです。例えば大型スーパーに行けば安くて質の高いものを買うことができたり、わざわざ高級寿司店に行かなくても自動化された回転寿司で美味しい寿司を食べることができたり、他にも近年は LCC と呼ばれる国内の安い航空会社が増え、僕たちは非常に安い価格で飛行機に乗れるようにもなりました。このように便利で豊かな生活を送れるようになったのは自由競争が行われてきたおかげです。ですが、僕たちが便利で快適で豊かだと思い込んでいる生活の背後には、企業が効率性を重視するために使い捨てられた人々の犠牲が存在するかもしれない。その歪みが一つの結果として現れているのが、今の日本社会で頻繁に耳にする格差や自己責任という言葉ではないでしょうか。僕たちが豊かで便利だと思い込んでいる生活は、何かの、もしくは誰かの犠牲の上に成り立っているかもしれない。このことは世界全体の貧困問題を考える上でも、大量生産大量廃棄が引き起こす環境問題を考える上でも、とても大事なメッセージです。もうね、今日はとにかくこれを伝えたかった。今回は日本における格差の全体像を解説してみましたが、いかがだったでしょうか。そもそも格差は悪なのか、どこまで格差が広がったら是正しなければいけないのか、格差を是正するためにはどんな方法があるのか、ぜひ皆さんの考えや意見をコメント欄で聞かせてください。最近は社会問題を身近に感じてもらうために日本国内の問題をテーマにすることが多いですが、海外で起きている問題もまた扱っていきたいと思います。社会問題を学ぶなら原カンタの YouTube と言ってもらえるようになるくらい社会問題に詳しいチャンネルにしていきたいと思ってますので、今回の動画が少しでも参考になったという方、ぜひ高評価で応援してもらえたら嬉しいです。チャンネル登録がまだの方、これから一緒に勉強していきましょう。ぜひチャンネル登録の方もポチッとよろしくお願いいたします。ということで、今回も最後までご視聴くださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。